1793年憲法1793年憲法は1793年6月24日フランス革命の最中国民公会で採択された憲法典である。共和歴1年憲法、あるいはジャコバン憲法とも呼ばれる。人民主権、男子普通選挙制度、人民の労働、または生活を付助する社会の義務、抵抗権。 奴隷制廃止などを認めた民主的な憲法であり、フランス憲法史上初の人民投票で成立したが、内外の危機ゆえに平和の到来まで施行が延期され、ついに施行されなかった。王権停止後に召集され、新憲法制定を目指した国民公会は、1793年2月15日に提出されたジロンド派のコンドルセの憲法草案を尻け、 ジャコバン派のエロード・セシェルラが起草した憲法草案を同年6月24日に採択した人権宣言35条と本文124条からなる人民投票では有権者約700万人中賛成約180万票反対約1万票となった1791年憲法と異なる大きな特徴として 人民主権ということがしばしば挙げられ、それを端的に表す文言に、主権は人民に属す、主権者である人民は、フランス市民の総体であるなどがある。直接民主性的と言えるような一面も見られ、立法府が採択した法案につき、正規の手続きに従って、一定数の市民から異議が申し立てられた場合は、有権者の集会が開催され、直接議決が行われるものとしている。 民主的権力集中原理とも言えるが、立法府が執行評議会を任命するということも注目される。同様に当時画期的なものの一つとして選挙権の拡大、すなわち、満21歳以上のすべてのフランス人男性及び一定の条件を満たす外国人に賛成権を認めたことが挙げられる。しかし、選挙の実施は延期され、この憲法下で選挙が行われることはなかった。 ありがとうございます。